日高原子力発電所は和歌山県日高郡日高町に関西電力により計画されていた原子力発電所である。2005年に国による開発促進重要地点の指定が解除され、計画は中止となった。1967年、町長は日高町青地区に原子力発電所の誘致を表明、町議会は誘致議案を可決した。翌年、 青くと非井崎漁協が反対決議。これを受け、町長は原発誘致の白紙撤回を表明した。1975年、関西電力は日高町に対し120万キロワット級原子力発電所2基を建設すべく、甲羅地区での環境調査を申し入れた。甲羅区と非井崎漁協は1978年に環境調査受け入れを受け継ぎ。 1979年のスリーマイル島原子力発電所事故により一旦は環境調査が凍結となったものの、1981年には関西電力による環境アセスメントの陸上調査が開始した。1984年からの海上調査に際しては、漁協や住民は推進派と反対派に2分して紛糾し、結論は出なかった。1986年には、 チェルノブイリ原子力発電所事故が発生、周辺市町村を含んだ反対運動が活発になった。1990年には反対派の町長が当選3期12年務めた。2002年の町長選挙でも反対派の中、吉尾候補が当選した。中町長は当選直後と2004年に関連に対し原発建設の中止を申し入れた。2005年に 国による開発促進重要地点の指定が解除され、計画は中止となった。2013年には、日高原子力発電所と、紀伊水道を挟んだ対岸の徳島県阿南市の四国、電力カバノイクタ原子力発電所の反対運動を描いたドキュメンタリー映画が制作された。和歌山県内には、日高町のほか引川町、那智勝浦町、小座町に、 原子力発電所の建設計画があったが、いずれも建設は具体化していない。ありがとうございます。